僕が良ければすべてよし。<laughs> え俺と同じじゃん <laughs> えー、まさかはいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、文豪ストレイドックス第5話見ていこうと思います。 はい。というわけで、俺が見たいんじゃいシリーズということで、文豪ストレイドックスを引き続き見てるわけなんですけれどもね。いやー、よかった。4はマジで不穏だったから、ちょっと怖かったんだよね。あー、でも、想像以上にこの武装探偵者が強くて、なんかちょっと安心しました。あー、それでさらにキャラクターも立ってる。キャラクターの描写とかもとても良くて、見ててすごい楽しかったですね。あー、いやー、いい感じだなー。でもどうなっていくんだろうね。これからね。やっぱりポートマフィアと武装探偵者のこのやり合いっていう感じになってくるだろうから。 すごいいろいろと楽しみに見ていこうかなというふうに思います。まあ、今回はね、江戸川乱歩だっけあの人がメインになった多分ミステリーな雰囲気だろうから。まあ、ね、一緒に楽しんでいきたいなというふうに思います。いやいいなぁ、当に。いいですね。この作品すごい好きです。はい、ま、そんな感じで見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。文豪ストレドックス第5話。よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。 さあ、黒トカゲ。全く何とも思ってなかったな。もう、サクッとね。<laughs> 本当ほんとだよね。お。無理じゃないできんの ああ、開ければいいのか、上。え叩き割る。おお、ビー玉好きなの綺麗だよね。<laughs> 自由だね。お。おお。おお、なるほど。 敬語だな。おう。超推理ね。おう。ははは。すごいのか。 ええー、柱じゃんおうえ、見たい見たい。どんなことすんのお一人でいいよ。見てみなさい。え とんでもないな。なるほどわー、いいな。へえー。まあ、主な探偵業務は全部、江戸川乱歩がやってるのか。なるほどね。僕も、僕も、高校生、高校生、高3ぐらいまでバス乗れなかったっすね。バスの乗り方が全くわかんなかった。<laughs> どうやってバス乗ったらいいのあれ、むずくね <laughs> いくら払えばいいかわかんないんだよね。だから、だからさ、 あの、なんかさ、剣みたいなの入れるとこあるじゃん。回数券みたいなの。あそこ入れるところにさ、いくらかわかんないから、1000円入れたら、めちゃめちゃ怒られた。<laughs> 千1000円札入れたら、あの、すごい怒られました。あれ、小銭とか入れるようなんだね。うん。全く知らなかった。めちゃめちゃ怒られた本当に。あの、運転手さんに。ああ、ちょ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 って言われて。え、ダメなんすかみたいな。みんな入れてるんで、ここかと思いました。つって。 ま、乗れないのわかる。電車もバスもむずいよな。慣れないと。ーねーねーあこの子か。助けたの。いやー、気になるな。この何をなんか、なんか、シャーマンみたいな感じになってるんだけど。いやみんな気になるな。なるほど。でも、まあ、戦闘員って感じじゃないんだろうな。江戸川乱歩は。うーん。どうやってスカウトしたんだ なんか、しょ、どっかに所属するっていうことをしなそうだけど。なあ,あ。全部やってもらったんだ。おー。推理バカなのかもな。お。みの。 なるほど。えあははおーう。わ。三発。パンパンパン。部下なんだ。女の子。うわお。 おーん。うん。あーまあな。分かってないことを分かってるだけだもんな。んなんだおー。なんかあった。えまたえあ、これ、だ、だざだろ、これ。はははは。 これ、これ自殺マニアだろう。ですよねー。<laughs> 何をしてるんだお前は。真 <laughs> 珠<神獣> <laughs> こういう逸話もなかったっけね。え <laughs> 今日は何これ。横演習。<laughs> 変人すぎる <laughs>。<laughs> 声か。何なんだ、この人は。 人格に情報量が多すぎるははははまあ、上司ですね。<laughs> 機代の大、出立て。乱歩。乱歩 3! おう。依頼してくれないってことね。 おー言うねおおー俺より優秀ならできるだろうってことま、あ、伊能の力だからなー なんかもう、そうだな。いろいろと追い込まれて。うん。えんうん。 三発え胸に3発入ってないああいかえ太宰やめたんだよねそれやったってことお60秒経っちゃった。 <laughs> まあなあ三大鉄則っていうね。 ええすやばうん。おあ。ー。おーまあそうね。僕が良ければ全てよし。<laughs> なるほど。なかなかクズだな。 生きているならいいじゃない <laughs>。清く明るく元気な自殺。元気に自殺されても困るんだが。OK, ーー自由にやっていいってことか。さあ、どうするあ十<あ>10秒あん。 おねえ、便利すぎるよな。探偵たるゆえん。情報がいっぱい処理される。糸目キャラが開眼した。 誰だあなただ刑事さんまさかこれ刑事さんじゃないあのコートのあっ本…なんと何てだ うん。なんか、絶望先生みたいだな。うん。 おなんだろうおお見せられない。 3発,発空いてるマジででもこれ撃たれたらやばくない逆上して。 おぉ、引いたえあ、あつし <laughs> ああ、危ねえ。なんだ他の証拠うん。造船所はどっち おうんなんでわかる異能力おお捕まえた。うん。 たどり着いちゃったんだなるほど、うん、うわ スパイとして動いたのかうわぁ 強い人だったんだな。えっ。えっ。えっ。まさか。引いちゃったんだ。 どうしたの？生きて杉本くん、誰金あー、なるほど。 逃しあとで処理するつもりだったんだん当ててみようか何ごめんごめんなさい。 おぉ <laughs>。すごいなぁ。ランポさん。おえ何がおそういう魔法じゃないってこと 情報処理ええわかえ俺と同じじゃん。はははは。 やべ年齢使用しちゃった隠してたのにうんうん何ええまあジョーカーだよな 超人的な頭脳ってこと恐ろしいな。何うんうん。うん ああ。おかしい。あとは、こじつけるってか、じか。うん。うん。ああ。 すげえな。ある程度は読めていたけどその先か。うーん、まあ、そうね。んうん。うん。 へーえっえ付き合ってたなんて残酷な事件なんだ。 なるほどすげえな化けンじゃん。まあでも何も考えてないからこそ。 集中してるんだろうな。こういう風に。まあね、すごい人だね。乱歩。おーい、やばかっこいいな。なるほどな。すごいな。こういうパターンもあるのか。自分を異能力者だと思い込んでいる名探偵。 あー、いやー、なんか、こう、ちょっと心身につまされるというか、なんかこう、心がキュッとなる話だったなーこう、お偉いさんによって殺さなきゃいけなくなってしまった。お偉いさんとポートマフィアが繋がっているっていうのは大事な情報な気がしなくもないね。うん。ミにーんー。ん な年齢初出ししちゃったって言ったけどあれか俺ずっと言ってたな水瀬いのりさんとない年って言ってたなやンきー,ーいやーいいな俺これ好きだなこのエンディングも好きだないやーいいないやー探偵だななんかほんとに探偵者たる ゆえを見たね。武装探偵者っていうだけあるよな。ほんとにすごい。ダザイも頭回るね。あんだけ。うん死にたてほやほやだったのに。いやいいなー。キャラクターがいいなー。全員好きになるわ。次はうん。思そうである。ちょっとちょっと、ダザイがもう、ちょっと産地が下がるんだけど、ダザイ出てくると。 何 <laughs> 理想の女性おああ芥川と、国木田 <laughs> なるほど。あー、国木田会だ、次回。<music> はい、というわけで見終わったわけだけど、いやー、すごいな ええー、あの一瞬で全てをこう見て読んでっていうのはすごいなあー、なるほどね。自分のことを異能力だと思ってるけど、ただ単純に頭の回転が異様に速いっていう感じなんだね。そうかそうか。ダザイの能力が効かないってことだもんなえへ、ー、え、まあ、な、ダザイはやっぱりなんかでもジョーカーだよね。よく考えたらこういう異能バトルものにおいて、いわゆる上条さんみたいにさ、異能を打ち消す能力っていうのは、 やっぱりめちゃめちゃ強いしキーになりそうだなっていう雰囲気があるけど、いかんせん人格がな、人格が終わってるからな、マジで。<laughs> なんか人間としてちょっと終わってるからな、本当に。すぐ死のうとするし、ろくでなしだし、女たらしだしうん。あんだけかっこいいのになんであんなんなってしまったんだ。あー悲しい悲しい、悲しいだけみたいな感じなんですけど。いやー、やっぱ面白い、本当になんかこう、ななんだろう。う なんかちょっとね、こう、政府によって、こう、殺されるじゃないけど、なんかこうね、政府の命令で殺さざるを得なくなっちゃったりとか、ああいうなんかちょっと心がキュッとする話があったりとかして、その中で、やっぱりランポさんのキャラクターとかいろんなものが見えていて、なんかもう、なんかもうね、なんか、なんかもうって感じですよ、本当に。いいなぁ、キャラクターが立ってんだよなぁ、みんな。すごいなんかね、全員押せる、本当に。 うん。なんか、このキャラも人気あるんだよろうなーっていうようなキャラクターばっかりで、すごい見てて楽しいですね。うん。多分、なんか、あれとかも覚える気がないんだろうね。電車の乗り方とか、切符の買い方とかも、一切覚える気がないからこそ、目の前の事件の情報を一気にグッと入って処理できるんだろうな。だから、そういう、一般常識みたいなものを頭の中に入れたら、ランポさんは多分、超能力ができなくなる。超能力じゃねえや。超推理ができなくなるんだろうな、うん いいね、まさに天才っていう感じで、ああいうなんか。 ちょっとなんかさ、神谷浩史さんだからさ、絶望先生っぽくもあったよね。それからあの、後藤隠しっぽくもありましたね。なんかこう、メガネかけた時とか。いやー、いいなぁ。かっこいいなぁ。なんかなーみんななぁ。あつしはひたすらどんびいてたけどなーいやー、いいかだとなんかすごい今回はほっこりしました、見てて。うん、いいなっていう風に思う。ただやっぱり、迫るのはポートマフィアの影だよね。やっぱりこう、こういう風に殺させるっていうやり方も、やっぱり政府がポートマフィアと繋がってるからこういうことを。 起こしたわけでいやー、ポートマフィアなんとかしないといけないけどなまあ次回ね、国木田と芥川が対峙するということでもあるので。いやー、マジで気になるな本当に。どうなるんだろう、マジで。芥川もやばいしなあの、着物の子のお披露目になるのかないやー、いろいろと楽しみですね。これから見てて、やばい。イケメンがあっちこっちで、ウォンワンワンワンしてて。 すごい見てて楽しいなというふうに思いますので、これからも楽しんでいこうと思いますので、ぜひとも見てください。本当にリアクション楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい、というわけでこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。なんかもにょもにょしてるな最近口が。はい、なんか、あれあれとか、なんだっけ、ランポさんとか、ダザイとか、あつとか、なんか悲しい話だったとか、いろいろとお待ちしております。みんな誰推しなんだろうなやっぱりダザイが一番人気だろう。 なんか、誰が一番人気なんだろうね。アツシとダザイは人気っぽい雰囲気はあるけど、どうなんだろうね。いろいろ気になるところがあるので、ぜひともいろいろ教えてくれたらなというふうに思います。以上、文、え、豪、ー、ストリートドックス第5話でした。バイバイ